日本スーパーライト級、そしていよいよファイナルマッチです。 WBO アジアパシフィック、そして日本ともにスーパーライト級の王座決定戦です。2つのベルトがかかっています。年齢は5つ年上の平岡アンディです。関根さん、実はこの2人、はい、スパーリング何度かやってるみたいですね。そうですか、佐々木選手はその時相当やられたっていう印象はあるんですね。あ、そうですか。しかしね、20歳ですからそこからまた学んで、はい、その時の佐々木仁ではないでしょうね。そうですね、実はもうその時は B 級ライセンスだったまだ佐々木選手ですからね。そうですか、はい、さあこれが両選手のチャートにもなっています。まあ、経験というところ差があるかもしれません。この試合は5ラウンドのみの1回のみ。さあ、まあ、このチャートも含めてですが、八重樫さん、はい、どうご覧になってますか。そうですね、もちろん経験はね、アンディの方があると思います。ただパンチを当てる感覚だとか、野生的な嗅覚っていうのは佐々木選手はすごくあると思ってます。なので本当1ラウンドから注目ですね。そうですね、スーパーライト級王座決定戦10位ラウンドを行います。この試合もあれですね、まずは赤コーナー、なんか一発で決まっちゃいそうな、お互いパンチ力あるから17勝のうち12勝がノックアウト、ヒヤヒヤしますね。公式量は139パウンド4分の3、大橋事務職、現在のスーパーライト級におけるランクはチャンピオンに一番近い位置にいながら、チャンピオンがチャンスがなかなか巡ってこなかった待機です。共に第2位、そして IBF 世界スーパーライト級第6位、また日本スーパーライト級第1位、そしては世界ランキングにも入ります。日本王座と WBO アジアパシフィック王座にステップアップする今田無敗の日本ニューススーパーライト級初代チャンピオン、平岡ザ・ブレイドアンディ。満を持して王座戦へ、さらにその先の世界も見ています、平岡アンディ。そして青コーナー、プロ戦績は11戦全勝、全11勝のうち10勝がノックアウト、公式計量は4パウンド 1.8 キロオーバーの144パウンド、八王子中屋事務所属、現在のスーパーライト級におけるランクは OPBF 東洋太平洋第13位、 WBO アジアパシフィック第3位、そして日本スーパーライト級第2位、今田無敗の第2代日本ユーススーパーライト級チャンピオン、佐々木仁。さあやるしかない、破壊王佐々木仁、その進化を発揮するか、その剛腕に注目です。20歳の佐々木仁です。さあ両選手がフェイストゥーフェイス、フェイスオフです。さあ睨みつけましたから、睨むようにする佐々木仁です。174センチの身長、対する平岡アンディが182センチ、リーチは185ある平岡アンディ、そのグローブを叩きつけました。お、そして井上尚弥選手がこの戦いを観戦しています、大橋会長とともにです。さあ関根さんおっしゃったように、はい、瞬き厳禁です、この戦い。これはね、本当に両方ともハードパンチャーですから。そうですね、右足前サウスポーの構えが赤いグローブの平岡アンディです。対する青いグローブは20歳です、佐々木仁、ともに負け知らず KO アーティスト、まあ、剛腕の青いグローブの佐々木仁、対してキレのパンチの平岡アンディです。リードのジャブです、追っていきます、自分の左に回ります、右左の大振り、これかわすように中に入っていきました。いや迫力ありますね。入江聖奈選手、はい、佐々木選手の方がでも最初から睨みつけてガンガンいってますね。そうですね、闘志を感じましたし、今も一発いいのかましてきたので、はい、怖いですね。そうですね、八重樫さん、改めてこの両者のタイプっていう意味ではどうですか、こう対象という意味では。そうですね、アンディの方はやっぱり、ね、距離をうまく使ってタイミングよくパンチを放っていくんですけど、佐々木選手はね、よくアッパー、まあまあ気持ちの強いファイターですよね。そうですね、さあ前には詰めてきます、左よく右入った、一つショートの右が一つ入ります、怖いですね、接近戦怖い、これいわゆるセルフジャッジして自分でもうやめてしまうと怖いですね。怖いですね、気抜かない方がいいですね、ちょっと
小関根さん、こう目がじわしているような、瞳を開いているぐらいの佐々木ですね。あの総合格闘家の北岡選手に似てますね。分かる方にはなるほどという、はい、確かに、さあフリッカーのジャブ離しながら、さあぐいぐい前に来る。でも関根さん、ある意味これですよね、佐々木はやる戦いとしたら。すごいですね、タイソンみたいですね。いや、まさにピーカブーでぐんぐん前に出てきます、アンディはまずあの距離とタイミング見切ることですよね、これも自分に気合い入れるように。入江聖奈選手、全然タイプ違いますね、はい、この2人。そうですね、身長差8センチあるの で、ね、どう攻略するのかなとか、踏み込み早すぎて、はあはあ、簡単に懐入ってるので佐々木選手もすごいですね、はい、そうですね。まあ、20歳になりましたが、今年7月、10代最後の戦いは、佐々木選手サウスポーの湯葉戦でした。2度実はダウン奪われながら、ひるむことなく渾身の左でダウン奪い返して逆転 KO、まあ、いわゆるこの戦いをする人ですね。世間さん、肉を切らせてっていうところでしょうか。リードのジャブです、2つ3つ。平岡アンディ、この L 字のガードの構えから長い手をポンポンと振ってきます。これちょっとテクニック的にも含めてですが、入江聖奈さんどうですか。はい、そうですね、やっぱ佐々木選手前に出たいと思うんですけど、やっぱりジャブあるだけでだいぶ出れなくなるので、はい、すごく有効だと思います。来い来い、向かって来いというのが佐々木仁です。まあ、この2人はスパーリングも経験あります。ボディーです、平岡アンディ、ボディーもう一つジャブを振りながら、今度は顔面だ。ちょっと関根さん、なかなかすごいですね。いや、